俺も負けてられない。
ンになら安心して任せられるよ。このモンスターを倒せばもう一つの石板のかけらをゲットできるんだね。よし、みんな行くぞ。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。石板のかけらが揃ったな。この石板をはめれば封印されていた扉が開くんだよね。やっとダンジョンの中に入れるってことね。早速行ってみようよ。ああ、そうだな。同じクエストやってるんだ。ああ、順調さ。ワイバーンもお前たちより先に倒したぞ。この俺たちだって負けないぜ。お前たちもせいぜい頑張れよ。
俺たちに追いつけるとは思えないがな。ずいぶん自信があるんだな。ああ、俺たちは。おい、先を急ぐぞ。ああ、お前たち、またな。なあ。自信に見合った実力がありそうだったわね。ああ、さっき農場で、あいつらの戦闘を見かけたけど、実力。別に敵対する気はないけど、負けるのはやっぱり悔しいわね。そうだな。ゲームはプレイするだけで楽しいが、一番楽しいのは、まあ、気を取り直してダンジョンに向かいましょう。ああ。他のプレイヤーたちとの競い合い。再びこの感覚を味わえるようになったのは、あの日俺は、ALOへのログインを決めたんだ。いやいや、お三名様、お待たせしちゃってごめんよ。上司の管に捕まっちゃってさ。彼は菊岡誠二郎、総務省の役人で、SAO 事件の被害者たち。その日は俺だけでなく、アスネやスグハも呼び出された。おやおや、面白そうな記事を読んでるね。歌姫セブン。僕も今日は SAO の話じゃないのか。まあまあ、少し話を聞いてくれよ。この子の歌がまた可愛らしく、それでいて結構レベルの高い楽曲でね、一般人からもかなり評判なんだ。全てを兼ね備えた少女アイドル。確かに俺もいろいろと調べたけど、話題性には十分だよな。あの残酷な事件に相対するみたいな平和提唱のメッセージを持つ歌を歌い、その上ルックスまで備わってる。へえ、お兄ちゃんもこういう子が好みなんだ。違うよ、俺はあくまで一般的な話をしただけでだな。でも君たちも興味を持っていたんだね。ALOにログインしようと思ってるんだ。え？その反応されるのは予想ついてたよ。でもさ、SAO のサーバーをコピーした新たな世界、さらに SAO ではできなかった飛行を実現させている。今一番熱いゲームであることは間違いない。うん、そうだね。この世界に俺が興味を持つなっていうのは無理な話だろ。アスナだって興味があるんだろ。前にもだいぶ詳しく教えてくれたよな。あはは、バレちゃったら仕方ないね。実は私もお兄ちゃんたちを ALO に誘う。なんだ、わざわざ呼び出すこともなかったかな。何か言ったか。いや、何も言ってないよ。それよりキリト君、また VR 世界に行くのは怖くないのかい？ああ、俺たちの経験は確かに辛いことが多かった。でもだからこそ意味のあるものだと信じている。これから VR 世界がどうなっていくのか。あの私も行くよ、キリト君。なら私が先輩だからね。二人のナビもちゃんとしてあげなきゃダメでしょ。よし、そうだな、行こう。うん。こうして俺たちは ALO の世界へと旅立つことになった。襲われてる。助けてあげようよ。ああ、そうだな。助けてくれ。よし、敵がスタンスだ。この隙に逃げるぞ。おう。なんとか逃げ切れたな。大丈夫か？ありがとな。いきなり強いモンスターに襲われてやばかったんだよ。
さっきのやつ中ボスクラスだよな。そんなのにいきなり襲われたらさすがにきついよな。俺たちのパーティーだけじゃこの先。なあ、あんたたちも力を貸してくれないか。あのモンスターダンジョンの入り口のあたりにいるから、倒さないと私たちも中に入れそうにないね。そうだな。俺たちもモンスターを倒すのを協力するよ。おお、サンキューな。あんたらが一緒なら心強いぜ。ああ、よろしくな。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。なんの、この程度。パパ、敵の体力が半分を切りました。さすがです。楽しくなってきたぜ。キリト、下がってない？ええ、よくなったわ。これで行きましょう。元気になったよ。パパ、敵の体力が残り少しです。勝利だよ、やったね。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。クエストクリアできたみたいね。やったー、ありがとう。君たちは強いな。大したものじゃないけど、お礼として受け取ってくれ。それじゃ、俺たちは一度町に戻って準備をしてからダンジョンに挑むことにするよ。またな。戻ってきたね。ああ、あとは手に入れた石板の角。やった、扉が開いた。どんなレアアイテムが眠ってるのか楽しみだね。ええ、早く入ってみましょうよ。そうだな。それじゃ探索開始だ。あ！
この先に進むとボスがいるな。このままボスに挑もう。わかったわ、頑張ろうね。このボスを倒せばクエストクリアです。頑張ってください。よし、クエストクリア。こんなの楽勝よ。クエストクリアできたみたいね。おめでとうです。がドロップしたのって。おお、これ。うわ、頑張った甲斐があったね。後でみんなに自慢したらいいんじゃない。羨ましがるだろうな。さて、クエストも無事に終わったことだし、帰って休もうぜ。うん、そうだね。さ、それじゃあダンジョンから出よっか。すごく楽しかったな。これから攻略を進めていくと他のフィールドも解放されていくんだよね。はい、各フィールドのボスを倒すと新たなフィールドが解放されます。へえ、楽しみだな。この調子でガンガン攻略していこう。SAO のアバターを使える仕様ではなかったが、完全ではないものの、剣士として培ってきた俺の力は ALO で復活を果たした。リーファの的確な指導もあり、俺とアスナは次第にゲームに慣れ、馴染み深い仲間たちも一人二人と集まり、 SAO の時と同じようにみんなで時間を共有できるよう。また俺のナーブギアの中にはロープ二人との再会に俺たちは涙ながらに喜び合った。こうして ALO にログインしてからしばらくすると、歌姫セブンの記事はますます増えていった。七色博士セブン、確かに面白そうなプレイヤーだ。そしてそれから数ヶ月後の今
待ちに待ったバージョンアップの日。さて、外へ戻ってこれたことだし、一旦町へ戻ろうぜ。そうね、町で一息入れ。エギルさんたちのパーティーもクエストが終わった頃かもしれないわ。じゃあ町へ戻ってエギルさんたちと合流。アスナとユイカ、今ドアを開けるからな。パパ！ユイ、いきなり抱きついてきて。突然押しかけてごめんね。構わないよ。あの、パパにお願いがあるんです。ん？何でも言ってみろ。パパとママと私の3人で写真を撮りたいんです。3人で？あ、そう。私もみんなで写真撮りたいな。そうだな。じゃあどこで撮ろうか。せっかくだから景色のいい場所がいいよね。景色のいい場所は街の中じゃなくてフィールドの方がたくさんありそうだな。まずは撮影場所を探しに行くか。はい、3人で空のお散歩ですね。ゆいちゃんすごく楽しそう。早速出発です。なかなかピンとくる場所がないな。なんだかこの辺のフィールド閑散としてるよ。別の場所を探すか。あ、どうしたの？あれ、見てみろよ。クエストが発生してますね。なんでこんな人気のないところに NPC が立ってるんだろう。あ、ちょっとキリト君、行っちゃった。パパはこういう珍しいクエストに目がないですからね。もうキリト君ってば。いえ、みんなで冒険するのも楽しいです。私はパパとママとまたこの世界で一緒にいられるだけでとっても嬉しいんです。うん、私もだよ。写真はいつだって撮れます。だっそうだね。キリト君、置いてかないでよ。ごめん、つい。それでクエストやるんでしょ。え、いいのか。はい、みんなで挑戦しましょう。キリト君よりずっと大人だね。それじゃあお言葉に甘えて。 NPC が困っているみたいですね。パパ、話しかけてみてください。わかった。あの、どうしたんですか。ああ、若者よ、話を聞いてくれるか。はい。以前はな、ここら一帯は美しい自然に囲まれた村だったのじゃ。しかし今ではこの有様、水、それもこれもみんなあの怪物のせいじゃ。あいつが現れてから川の水がせき止められてしまった。若者よ、どうか怪物を倒して
村を救ってはくれないか。なるほど、討伐系クエストみたいだな。わかりました、任せてください。おお、ありがとう。その怪物はどこにいるんですか？ああ、もともと川の上流だったところに居座っておる。会話が終了したみたいだな。地面の傾斜的にあっちの方ですね。よし、行ってみよう。あそこにいるのが例の怪物か。川をせき止めるだけあってかなり大きいわね。あのモンスターは体が大きいので敏捷性は高くないようですね。一撃一撃をちゃんと見極めてステップで避ければ大丈夫だと思います。そうなんだ、ゆいちゃんありがとう。パパとママのことを全力でサポートします。ゆいがいると心強いな。さて行くか。うん、はい。こっちは準備完了だよ。怪物がいて。
そいつらも討伐しなきゃいけないとか。いえ、その必要はないみたいですよ。なんだ、いきなり地面が揺れ始めたぞ。地震来ます。3、2、1。いきなり地面から水が吹き上げたぞ。びっくりした。何かが爆発したかと思ったわ。これで川は元に戻ってクエストクリアですね。まさか最後にこんな仕掛けがあるとは思わなかったな。本当だよ、びっくりして腰が抜けちゃうところだった。パパ、ママ、あれ見てください。あ、虹だ。すごい、吹き上げた水のおかげでできたんだな。はあ、私初めて虹を見ました。 VR 世界とは思えないくらいだよ。ああ、そうだ。どうしたの？ここで家族写真撮らないか。もうこんなに綺麗な虹は見られないかもしれないしさ、記念にちょうどいいだろ。はい、賛成です。もうさっきまでクエストのことしか考えてなかったくせに調子いいんだから。そうと決まれば虹が消える前に撮るぞ。わかった。ゆいちゃんは私とキリト君の間ね。はーい、それじゃあ行くぞ。ちゃんと撮れた？ああ、バッチリだよ。パパ、ママ、ありがとうございます。ゆいが喜んでくれてよかったよ。ゆいちゃん、これからも家族3人でたくさん写真撮ろうね。はい。
キリトじゃねえか。今戻ってきたのか。まあ、エギルたちの方が早かったみたいだな。いや、俺たちもさっき戻ってきたばかりだ。なあ、かなり面白かったよ。あ、キリト、帰ってきてたんだ。クエストお疲れ様。相変わらずご活躍のようね。そっちのクエストはどうだったの？ちゃんとクリアしてレアアイテムゲットしたよ。エギルさんがすっごく頼もしかったんですよ。バトルの時に前衛で構えててくれたから攻撃しやすかったな。悪いなクレイ。くそ、まさかエギルにいいところ持ってかれるとは。クラインの活躍はさておき、滑り出しは順調って感じだな。このちょ、あ、そういえば鍛冶屋ってどこにあるの？ここにはリズの店もないし、武器を強化できないと困るわよね。それについては俺にちょっと心当たりがあるんだ。しばらくしたら工房に寄ってくれ。それじゃ今日はこれで失礼するぜ。おいおい、しばらくってどれくらい待てばいいんだよ。エギルさん、私たちを工房に集めて何をするんだろう。まあ行ってみればわかるんじゃないか。そうだね、楽しみにしとこうっと。なあみんな、まだ時間あるけどどうする？悪い、俺はちょっと風林火山の連中と約束があるんで、しばらく別行動させてもらうぜ。そうか、またなクライン。それじゃあとりあえず情報収集しつつ、サブクエストとか、うん、それいいね。酒場にあるクエストカウンターに行くとサブクエストを受けられるのよね。キリト君、早速行ってみようよ。ここがクエストカウンターですね。利用方法を聞くことができるようですよ。ここでは様々なクエストを受けることができます。依頼を受けてその依頼を完了すると、受けられる依頼はその時々で変わるので、たまに覗いてみてくださいね。今はクエストが一つだけのようですね。このクエストを受けましょう。
ね。よろしく。よし、俺の出番だな。普段はギルドマスターや漁師の会合などで使用する場所らしい。今は妖精族の漁師が会合中って聞いたが。ということは、やあリファ、久しぶりだね。元気そうで何よりだ。さすがにアップデート直後を狙ってきたプレイヤーたちは多いね。実力がないものほど出し抜こうとする。君が噂のリーファの兄貴にキリト君だね。自己紹介は私からさせてもらおう。私はサクヤ、シルフの漁師をしている。私たちの種族、シルフのリーダーなんだよ。そしてこの猫娘がアリシャ・ルー、ケットシーの漁師だ。よろしくね、黒の速攻剣士様。騒がしいのがたまに傷だが、私の茶飲み友達なのでな。そしてこの男が、ユージーン、貴様が噂のキリと一度手合わせ願いたいもの。確かサラマンダー部隊を指揮する将軍で、あんたの兄が漁師を務めているんだよな。実力はこいつの方が上だぞ。エール王内では最強プレイヤーと呼ばれていたこともあった。今は違うんですか？この話、今は嘘。これ、こわこの館はボトル付加設定だから安心したまえ。さあ、それではお互いに新エリア攻略を楽しむとするか。みんな、健闘を祈るね。さて、じゃあ俺たちも行くか。Thank you.
ここですね。スライムがたくさんいます。思ってた以上の腕前だな。調していこうぜ。
ったよ。お探しですか？早かったですね。お疲れ様です。何もないみたいです。またいつでも来てくださいね。みんな一息つくタイミング。新エリアがどんなものか分かったし、一息入れるか。そうね、宿屋で休憩しましょう。楽しかった。あっという間に時間が過ぎちゃったね。スバルとアールブヘイムに慣れてきたし、早く次のクエストがやってみたい。これからどんなフィールドが解放されるんだろう。早く攻略したいな。一緒に頑張ろうね、ピナ。そういえばエギルさんがしばらくしたら工房に寄ってくれって言ってましたね。そうね、何をやってるのかしらね。よし、みんな今日はこれで解散だ。おっ、みんな行ったわね。そうだな。それじゃあ新エリアということで改めて。うん。
ようですよ。何か事件があるのかもしれません。気になるな。あ、よし、行ってみるか。ユイ、みんなにも声かけてくれるか。はい、パパ。ようこそ。ここが新エリアでの俺の拠点だ。エギルさん、ここでお店を開くんですか？何かこそこそやっていたと思ったら、エール王本土の店には戻らないのか？ああ、本土からだと時間がかかって不便だからな。俺もお前たちもこれからしばらくはこの新エリアの攻略にかかりきりになるだろう。だからしばらくここで商売をすることにしたんだ。エギル出張店舗ってとこだね。ああ、店自体はこれまでと変わらない。武器の買い取りや販売、そして私たちの拠点ってとこね。おいおい、それは結果的にそうなってるだけだぞ。お前たちだけのたまり場にしたつもりはない。ここはプレイヤーの誰もが軽い気持ちで来られるこじゃれた喫茶店だ。ギルさんの新しいお店、これからいっぱいお世話になりそうですね。ああ、よろしくね。ねえキリト、実は私もここで鍛冶屋を開くことにした。え、そうなの？私全然知らなかったよ。エギルと相談してみんなを驚かせるために黙ってたのよ。新エリアの攻略に強力な武器は必須でしょ。武器の強さを手っ取り早く知るには武器ランクと強化段階を見るといいの。武器ランクは武器の基本的な強さ。ゲームを進めるほど高ランクの武器が手に入るみたい。強化段階は火事で変わる強さで、素材を使って鍛えるとどんどん上がっていくわ。武器ランクの高い武器をゲットして火事で強化段階を上げていくのが強くなる近道ね。ああ、そうそう。手に入れた素材を使えば武器を強化できるから、試したくなったら工房まで来てね。ああ、わかった。よろしく頼むよ。任せといて。これで攻略の準備は整ったね。ああ、それじゃあ本格的に。まずは草原の島、ボークリンでの攻略ね。今は防空林でしか行けないけど、攻略すると他のフィールドも解放されていくんで。最終目標は全てのフィールドの攻略ってことですね。まずは今解放されている中央の島の大ボスを倒せばいいってことは想像つくけど、あの島は高度制限より高いところにあるんだよね。普通に飛行したんじゃたどり着けないってことは何らかの仕掛けがあるのかもしれないな。一度中央の島の近くまで調べに行った方が良さそうね。ここだけはレプラコーンとして譲れないわ。私も絶対絶対嫌です。二人とも、何かあったのか？リズさんにピナの装備を作ってもらおうと思って相談してたんですけど。何よ、人聞きの悪い。私はピナに最適な装備を提供しようとしてる。どんな装備なんだ？戦国
国武将風の兜よ。兜？だからなんでいきなり和風が入ってきちゃうんですか。せめて ALO の世界観に合った中世風の兜だったらわかる気もする。あんた、この兜の魅力を分かってないわね。ピナのことを考慮してかなり軽量化した上、防御力も機動力も兼ね備えてるのよ。意外と機能的なんだな。私が作ってるんだから当然よ。キリトも私の兜がいいと思うわよね。俺はちょっと待ってください。キリトさんに意見を聞くのは。キリトさんは見た目そっちのけで、どんなにダサいデザインでも機能性を重視するに決まってるからです。私の作戦を看破するとは、やるわね、シリカ。ふふん、甘いですよ、リズさん。結構ひどいこと言われてないか。違うんですよ。キリトさんはいつも真っ黒だからこそキリトさんであって、決していつも真っ黒だから見た目は気にしない人なんだなって思ってたわけじゃなくて、シリカ落ち着いて。そんなに必死に弁解されると逆にいたたまれなくなるよ。じゃあピナの兜だって強さが一緒ならどんな見た目でもいいわよね。それとこれとは話が別ですよ。どう違うっていうのよ。こっちの兜の方が性能は上なんだから迷い余地なんてないでしょ。ダメったらダメです。そういう問題じゃないんですってば。まだ応戦する気なの。二人ともダメだ。俺の声なんて聞こえてないな。このままじゃいつになっても決着がつきそうにない。すぐだったか。お兄ちゃん、キリト君どうしたの。二人の声が聞こえたから気になって覗いてみたんだよ。そんなにうるさかった。ああ、スパルタ練習の声が響いてたよ。本当？ちょっと気合い入れすぎちゃったかな。そうですね。何をしてるのかと思ったら二人で料理してたんだな。うん、アスナさんに料理教えてもらってたんだ。なるほど、熟練度マックスのアスナに教えてもらえば間違いないな。教えるって言っても大したことはしてないよ。料理スキルを上げるのはすごく根気がいるからね。結局は自分で頑張るしかないけど、応援する人がいるだけでもモチベーション上がるかなって思って。そうだったのか。アスナ、ありがとな。うん、リーファちゃんはどんどん上手くなるから見てて楽しいよ。アスナさんのおかげです。でもまだまだ頑張らないと。その息だよ。それじゃあもう一回作ってみようか。はい、そうだ、お兄ちゃんも作ってみれば。え、俺か。料理スキルなんて全然上げてないからできないと思うぞ。お兄ちゃんは VRMMO の中で料理したことない。あるにはあるけど。
何作ったの？干し肉とか。それは料理なの？加工したって感じかな。おい、今心の中でバカにしただろ。たとえ干し肉でもレア食材で作ればうまいんだからな。耐久度も高いし、ダンジョンに潜る俺の空腹を何度救ったことか。その干し肉に思い入れがあることは分かったよ。まあとにかく一回試してみたら？分かった、そんなに言うならやってみるよ。じゃあ一緒に作ってみようか。それではシチューを作ります。はい。ほらお兄ちゃんも返事して。え？はい。よろしい。作り方はとっても簡単。まずは包丁で野菜を一口大に切ります。まあこのくらいは大丈夫だな。次に肉を切ります。うん、切れた。よし、こんなもんでしょ。そしてお鍋に今切ったものを全部入れて火にかける。あとは水と調味料、赤ワイン、トマトを入れて蓋をして煮込むだけよ。もう終わりか？意外と簡単だったな。現実の料理と違ってシステムが勝手にやってくれるからすっごく楽だよね。私としてはもうちょっと手間のかかる方が楽しいんだけどな。あ、もうできたみたいね。じゃあ私から。おお、うまそうだ。よかった、成功したみたい。うん、すごくよくできてるよ。味見してみようか。いただきます。どう？うん、うまい。本当？よかった。ああ、肉の柔らかさもちょうどいいし、味も深みがあってすごく美味しいよ。じゃあ、次はキリト君のを見てみようか。おう、行くぞ。これは何？この世のものとは思えない色をしてるんだけど。料理の手順はシチューだったよね。ああ、すぐと同じように作ったはずだ。なのにどうしてこうなった？私もこんな料理初めて見たよ。ねえ、これって味見しても大丈夫なの？食べられないものは入れてないんだから大丈夫なんじゃないか。そうかな。キリト君、味見してみなよ。そうだよ、お兄ちゃんが作ったんだから。なぞ、そうだな。それじゃあ、キリト君、お兄ちゃん、大丈夫？悪くない。え？というか、うまいぞこれ。本当？まあ、二人も食べてみなよ。え？これ？シチューとは少し違うかもしれないけど、見た目に反して意外といけるぞ。いただきます。はっ。どうだ？ん？どうしたんだ？水！何これ、喉がヒリヒリする。すぐこれ飲め。アスナも。死ぬかと思った。なんでこんなに辛いの？そんなに辛いか？確かにシチューというよりはカレーっぽいと思ったけど。お兄ちゃん
んの味覚再生エンジン壊れてるんじゃないの？辛いもの好きにも程があるよ。そこまで辛いかな。お水もう一杯。私も。よー、キーボー。もしかして。ああ、SAO 以来だな。キーボーの噂は俺っちにも届いてるぞ。こっちの世界でも相変わらず無茶な感じで暴れてるらしいな。SAO の時ほどじゃないけどな。そういうアルゴはどうなんだ？こっちに入ってからもいろいろと情報収集を。キーボーはスバルト・アルブヘイムの全クエスト攻略を目指すんだろ？ああ、そうだ。今後もアルゴの情報には世話になりそうだな。もちろんだよ。キーボードは SAO ベータテストからの付き合いだからな。アルゴの ALO にログインしてたなんて思ってなかったな。まあ、元気そうでよかった。なあ、君たちに頼みたいことがあるんだ。仲間がモンスターに襲われて身動き取れなくなってるの。そこにいるモンスターが強くて俺たちでは手に負えないんだ。いきなりですまないんだが、救出を依頼できないだろうか。どうしますか？ありがとう。仲間がいるのはこの洞窟の奥よ。お兄ちゃん、OSS は知ってるよね？ああ、オリジナルソードスキルのことだよな。自分だけの技が作れるっていうのは魅力的だよな。私が前にログインしてた頃はなかった遊び方なんだ。この辺がちゃんと SAO の機関プログラムを引き継いだって証なんだろうね。そういえば、ALO のこのシステム、人に渡せるって知ってた？ああ。別アバター1名に限定して育てた OSS を渡せるんだったよな。でもあくまでそれは作り出した技を使えるというだけで、結局もらった側もゼロから育てていかなきゃダメなんだよな。うん、そうみたいだね。ま、俺たちの仲間内ではそういうことをやるのはあんまりいなさそうだけどな。みんな隠して新しい技を作りたがるタイプだし。そうだね。鬼あ、今スバルト・アルブヘイムの攻略が最優先だからな。確かに OSS の習得に時間を取られてたら他のプレイヤーに先を越されちゃうもんね。正直なところオリジナル技を作りたいんだけど時間がないんだよな。もうお兄ちゃんってば。それじゃあ SAO にいた時と変わんないよ。そうだったな。
助けてくれ。ここは危険だから俺は先に出ているよ。
よ。またいつでもおいでよ。よかった。ありがとう。無理言ってごめんね。あんたらすごいんだな。少ないや、これを受け取ってくれ。よかった、ありがとう。無理。よかった、ありがとう。よかったらご覧になってみませんか？お気をつけて。またいつでも来てくださいね。やっぱりセブンちゃんすげえよな。こんなにいい歌を何曲も作り続けながら MIT を首席で卒業だろ。しかもあの可愛さったら尋常じゃないわよ。はい、おい、やめておけよ。お前にはセブンちゃんをお守りするギルドシャムロックに入るのは無理だぜ。あいつら護衛隊みたいなもんだし、一人一人がとんでもない力を持ったプレイヤーらしいぜ。俺シャムロックの入隊試験落ちたけど、ずっとセブンちゃんを応援し続けるんだ。俺なんてこの間七色博士の実物を見ちゃったもんね。え、どうやったの？この間来日した時にテレビでインタビュー受けてたろ。その情報を先にリークしてもらってさ、スタジオの前で出待ちしたんだよ。セブンちゃん手を振ってくれたぜ。あー、超可愛かった。羨ましい。どうしたの、キリト君？なんで街中にいる奴らはみんな似たような羽飾りをつけてるんだ？あれは音楽妖精プーカの装飾だろ。でもつけている奴らの種族はバラバラだ。ああ、あれはね、シャムロック信奉者、つまり歌姫セブンのファンである証らしいよ。ファンである？歌姫セブンの歌が好きだってことか？それは大前提で、最近だとセブンというプレイヤーだけじゃなく、七色博士に対しても心酔している証みたいなの。たまに ALO 内でリアルで研究してる仮想現実理論の講義もやってて大人気みたい。なるほど、それだけ何でもできりゃ神々しく見えてくるわけだ。ふーん、キリト君、もしかしてあの子に興味を持ってる？いや、それ以上は何もないぞ。分かってるわ、冗談よ。そうか。なんだかすごい人だかり。新エリアに来たんだね。今日もかわいい。
お前の実力じゃシャムロックに入れてもらえねえよ。すごい人気だな。あの子の信奉者がこんなに多かった。まさにアイドルって感じだね。可愛いし歌も歌えて、いろんな要素が複合的に話題性を呼んで、これだけのファンを作ってるんだろうね。音楽妖精プーカっていうのもなんかして。そうだね、あの種族を選ぶ人ってかなり。それにしてもキリト、あの隣にいる男、あいつかなりの手だれだった。すごい気迫を感じるぜ。一度手合わせに会いたいな。なるほど。なんだクライン、お前も見ていたのか。どうした。まあな、セブン。それにしてもすごい取り巻きの数ね。この人たちみんなあの子の。きっと違うと思うな。ほとんどがただの見物客か。シャムロックはあの子の周りにいるほんの一握りの人たちだけ。フィリア詳しいじゃない。まあね、情報収集はトレジャーハンターにとって欠かせないから。って、あれ、キリトは驚かないの。ああ、実は俺もシャムロックについて調べてたんだよ。なるほどね。まあつまりシャムロックはエリスぶりの精鋭部隊ってことね。ね、あのセブンって子すごく弱いの。ステータスだって私たちの誰よりも貧弱だし。そうなの。でもシャムロックってギルドは ALO の中じゃかなり高ランクなんでしょ。うん、そう。シャムロックに所属するプレイヤーたちは相当な手だればかりだよ。あの子は自分で戦わずに周囲に戦わせてギルドとしての戦績を上げているということだ。自分で戦わずにそういう風に攻略していくスタイルもあるのね。クエストランキング上位100人の中にシャムロックのメンバーがなんと30人もいるんだよ。そしてその中でも最強なのが。あんた、すっげえ？な、なんだったんだ、今ユージーンが睨みつけていたイケメン、スメラギがシャムロック最強と言われてるの。あの刀を持ったウンディーネの。ユージーンは先日のデュエルで、あのユージーン将軍を？そんな。あ、そういえばそのスメラギって人はね。ユージーン将軍にスメラギか。